はい、それでは定刻になりましたので、本日の講演を始めさせていただこうと思います。本日は第1回目の、ルネサンス大阪高校の、教育トーク大阪という題で、科学する心を教えた時代の理科教育という題で話させていただきます。今日の話題はですね、このキーワードは科学する心ということですけども、これは、発見する喜びのことですね、この指輪は何という指輪かというと、もちろん造人だと思いますが、ソロモンの指輪という紀元前1000年ぐらいの前の、古代イスラエルのソロモン王という賢者がいました。シバの女王とかあの辺の時代の人ですね。で、この逸話は聖書の中にも書かれているんですが、動物の声を聞こえる、あるいは自然の声を聞こえる、そういう意味が込められています。つまり科学で何か小さなことを発見できれば、それはソロモンの指輪の持ち主だという言われていますね、科学者の間で。で、私はどうしてもそういうものが好きなものですから、最初に紹介させていただきました。はい、まず簡単に自分の略歴を紹介させてください。専門は生物学、特に微生物生態学、東京出身なもんですから、なかなか自然に恵まれてなくて、本当は野生動物とかやりたいんですが、とにかくそういうセンスがないので、微生物だと簡単に捕まえることができます。魚釣りとかダメなもんですから、もっぱら微生物をやってきました。で、ここに来る前の前職は、呉高専教授とそれから国際交流室長をしてました。最後の年は分野代表といいまして学科長みたいなことも兼務してました。高専というのは聞き慣れないですが、本科5年、専攻科2年で、高校と大学が一緒になったような学校です。7年生ですね、全部行けば。で、学士が取得できます。その前は15年ほど東京都の都庁の下水道局に勤務していました。技術系としてですね。で、最後の2年は国際協力事業団、今国際協力機構と言ってますが、 JICA でタイに派遣、技術専門家として派遣されてました。本年の4月からルネサンスアカデミー株式会社がしてます、ルネサンス高校、そこで副校長の任には当たらせていただいています。そういう意味で正式な教員としては5年しか勤務経験ないんですが、一貫して関わってきたのはですね、職場で大学、高卒の方もいましたね、それから短大、専門学校、大卒、院卒、いろんな学歴の方がいましたけれども、卒業して採用された人たちの、卒業後の継続教育ということで研修を受け負ってきました。それはタイにいた時もそうです。職員とか大学院生の指導をしてました。そういう意味では全く教育に縁がなかったというわけでもありません。なぜ仕事を変えた、転身したかというとですね、転職した理由です。はい、それはですね、実はいろいろやってきて、大学生の年代ではもう遅いんじゃないかなというものを感じました。それの一番の理由はですね、国際交流ですね、そういった場所に、大学の1、2年生に相当する人たちを連れて行ったんですが、それでも十分効果はありました。すごく控える。元気はつらつと、これ大連ですけどね、左3人は中国の人で、あと2人日本人連れて行きましたけどね、こんな感じですごく元気にたくましくなるのを見ましたけども、同じ連れて行くんならもっと若い時に連れて行った方がいいということで、国際交流の年齢をガクンと高校生の年代まで、落とすようにしてきました。
どうしても教育というのは若いうち、普通は熱いうちに打てと言いますけども、やった方が効果があるのは間違いません。それで高校に攻撃を持ちました。それともう一つの理由は教育に対する疑問をですね、どういうことかというと、唯一の正解を覚えることが果たして学べるのだろうかという疑問、それと序列、優劣をつけることが果たして教育なのだろうかというですね、これはペーパークロマトグラフィーといいまして、黒い彩面を水に浸すと水が上がっていくと色が分離します。これだけのいろんな色が混ざり合って黒ができています。生徒さんたちも一緒ですよ。一塊にしてたらわからないけども、試験で序列をつけるとこういうふうにトップからミリまで分かれるんですけども、それを見ることに果たして意味があるんだろうかという疑問ですね。こういうものを感じてきました。でもう一つは研究に対する不信感ですね。これは何かと言いますと、日本には二番煎じのものまね研究が実は多いんです。いや、素晴らしい研究者ももちろんいますよ。でも足りないですね。何かこうセンスが足りないなと思います。でもう一つは、日本の学会ではというべきかもしれませんが、内輪で占有しているという経験が非常に多いです。でこれは皆さん最近の事例だと、スタップ細胞の尾形さんのいろんな、なんていうんですか、報道を通じて薄々と感じてるんじゃないかと思うんですが、どうも何か背後にあるような感じがしていると思うんです。その通りですね。非常に意見がいろいろ絡んでる。意見といっても言葉が絡んでますけども、意見が絡んでるのかもしれません。それではルネサンス大阪高校、これは今年の4月1日に開校した時の報道写真から撮ったものです。で基本的な構想としてサイエンススクールというような目標があったようですね。もちろん科学だけでは今ありませんが、その中で考えてきたのは、一つは、通信制高校の中で理科のスクリーニングをどうするか。今理科の教員同士では私も含めてですね、楽しい授業といわれる仮説実験授業を大幅に導入しようということで、考えています。これは言うなれば、科学者が辿った道を追体験するということで、いきなり答えを覚えるんじゃなく、その辿った道のりを人間として追体験する。これは私も名前は学生時代から聞いてましたが、非常にですね、これに準じた授業を受けたときに、非常に引き込まれました。それでなおかつ最後に感じたのは、本当に自分の身をもって実感したのはですね、脳の血流がというのをはっきり自覚しました。これは全く普通の授業では味わえない感覚ですね。で、それをやった授業の先生は、確か脳みそが喜ぶというような表現をしてたと思うんですが、私の表現だと脳の血流がなんかこうすす払いしてもらったという感じがしました。実は次回ですね、このドッカーン親子でドッカンだったかな、これを5月25日、ちょうど来週の日曜日、ここで、宮地先生という方が大道芸的にやっていただけますので、どうぞ親子で参加していただければと思います。でもう一つは、そうですね、ルネサンスプラスと称しまして、スーパーサイエンスコースを開講しています。これは、私が高専で卒研の指導なんかもしてきたり、3年生、高校3年に相当する高専の3年生に創造演習の経験を、そういうものをしてきた経験を生かせないかなということで、どういうことをしてもらうかというと、生徒に些細な、しかし新しい発見をする喜びというのを味わってもらいたいという考えです。この2つの要因で基礎を築きながら新しい発見を
する、そういった教育法が取れるんじゃないかとで考えます。はい、特に通信制イコール自由な学びの場ということで、これまでとは違う教育が展開できるでしょう。これは最近流行りの言葉だと、こういう反転学習という言葉、反転授業、そういった言葉が流行っています。ちなみにこれはどこから取ったんですかというと、ユニバーシティオブ東京ですから、東京大学でもこういうことが議論されています。従来の、学校の教育の形態はこの大半を一人の先生が大勢の学生生徒に授業をするということで占められて、家帰って宿題をやるというパターンですね。でこれをこの比率をひっくり返すというのが反転授業の意味です。つまりオンラインで家で授業を聞く、それで学校に来た時にはグループ単位でディスカッションしたり作業したり、そういう授業の方が効率的ではないということが今注目されています。これは私自身ですね、例えば前の学校で40人の生徒を相手に、なんで一人の人間が40人一人一人興味も能力も、出身地も全部違うわけですよ、それをどこに焦点を話したらいいんだろうなっていう、すごく疑問を持ってました。でこれができるようになったのはやっぱり昔はこれしかなかった、ただそれができるようになったのはやっぱりオンラインの力だというふうに思いますね。でこういうことによってせっかく集まった人同士が話し合いしながら学んでいくということができるわけです。今までの学校だったら黙って話を聞きなさいっていう感じでしたね。非常に人間が受け身になっていってしまう、どんどん受け身人間を作っていってしまう、それで指示待ち人間はいけないなって先生が言うんですから、踏んだり蹴ったりだと思うんですけどね。それがこれからはこういうディスカッション中心、あるいはもちろん実験してもいいし、調査に出ていってもいいし、そういう新しい学びができるということだと思います。はい、では私がちょっと経験した具体例をご紹介していこうと思います。これはね、高校生でも新発見ができるという例です。実は高生の3年生でしたけど、年齢的には高校3年と同じ生徒が、私のところに授業、自由課題でやる授業があったんですが、そういう時に、先生、高生の中にスバクテリアがいるところがあってきたんですね。で私は近くの広島大学の池まで、スバクテリアをもらいに行ってたぐらいですから、高専の中にキャンパスの中にスバクテリアなんかいないと思うよって思わず言っちゃったんですよ。絶対本人はね、あれはそうだと思うっていうもんですから、じゃあ見に行こうって言って一緒に行ったんです。でそれがね、この雨どいの一部が鉄サビが湧いてるんです。でここを一緒に、これ本人の手ですよ、生徒さんの手、こうやって取って調べてみたら鉄バクテリアがいたんですね。だからうっかり教師たるものを否定しちゃいけないです。僕のある知ってる有名な先生も、自分の学生が言ってきたことを否定しちゃって後で失敗したという例があります。本当、科学の世界は年功序列じゃないですよ。若い新鮮な感覚が非常に大事で、これね、どうしてこんなところに出たんだろうって謎解きしました。これは留学生寮の後ろなんですが、おそらく屋上に錆びるような鉄材が放置されてたんだろう。で雨に洗われて鉄が錆びて溶けてこの雨どいの中を伝わってきた。でどういうわけか、この隙間からそれが鉄が溶けた雨水が染み出てきて酸化されて、その時に実は風に乗って微生物っていうのは運ばれるんですよね。実は、それが鉄バクテリアが入って、化学的な空気による酸化で、サビも出るんですが、それ以外に生物的な酸化も起こって、ここに鉄バクテリアの層ができたということが分かりました。でさらにこれ研究していくと、先生変わった
き物がいるって言い出して調べたら、クマムシという変わったものがいましたね。割と自然界にいないわけじゃないです。ただクマムシばっかしがここに 何十匹もいた。まるで培養したような。これはおそらく限られた栄養の中でクマムシあるいは鉄の天国ができてたんだろうということで、彼は最後にね、命名して鉄芝という硫黄芝というのは温泉地にありますから、新たに鉄芝という名前をつけて、鉄を中心とした競争相手の少ない環境生態系ができた。だからそこにクマムシが多数生息できたんだということを、発表しました。これ3年生です。これは私のね、生涯記憶に残るような仕事だと思います。この間一緒に卒業式したようなもんですけども、彼もこの仕事が一番楽しかったというふうに。こういった発見ができるんですね。はい、じゃあもう一つの例いきますよ。はい、これは、ね、今進行中の仕事です。町の配管工も発見できるっていう ことですね。なんとこれは、福岡さんという山口県の方なんですが、セルフエンプロイメントプランナーは水道屋さんです。配管工の人ね、工務店に勤めてたんだけど不景気でクビになっちゃったから自分で自営業を始めたって人ですよ。この人は実は NPO のこういう水問題の会員でもあるので、知識いろいろ参加してくれて持ってたんです。この方ですね、川見市で水道水を、なんとか美味しく飲みたい、せっかく勉強してんだから応用したいということでこういうことを始めてました。自転車置き場の屋根に層を作って水道水をここに持ち上げて、何しろ配管工ですから配管工事は手の物、それをやってここで天日にさらして1段2段それで重力で1層2層3層4層目に砂をかをして、最後に飲み水をここに溜めて自分家で使う、そんなことを始めたんですね。でここで出てきた微生物を私が今年の1月4日だったかな、見に行ったんです。そしたらとんでもないものが見えてびっくりですよ。はい、これです。こんな生き物が出てました。このブヨブヨブヨっとしてるのは実は空気中から飛んできたカビの胞子が生えたんですね。で水道水だから塩素入ってるでしょ。塩素って殺菌するものでしょ。普通の人は私も含めてそんなところに生物入るわけないと思って鼻から実験しません。世界中でやった人は多分いないんじゃないかな。でも彼はやっちゃったんですよ。やっちゃってくれたおかげでとんでもない発見ができた。つまり塩素というストレスを与えられたところで生える極限環境のカビが見つかって、なおかつここはまだ塩素を含んだ水が垂れていると、そのカビが嫌よ嫌よってこう逃げ回っているように見えませんか。私はそういうふうに見えるんですけどね。でまるでちょっとキクラゲのようになっているでしょ。でカビがキノコ化していく様子を見てる気がするんです。で私はね、ほぼ同じ頃尾形さんのスタップ細胞が酸性の液やいろんな飢餓状態をさらしてストレスにさらすと細胞がリセットされるっていう話とすごくこの時期重なったんですね。でたまたまここは塩素のストレスにさらされた時のこういう形態変化が起こって誘発されてるんです。もちろん高等動植物の細胞とそれから微生物の細胞とは事情が違いますよ。だから私たちのはそれほどの価値はないのかもしれないけども、びっくりしましたね。で、まあ、知り合いの大学の先生に見せてもびっくりっていう世界 でこれはちゃんと学会で今度発表します。で彼一人にね、単独名でやってサポートはしますけどね、やってもらおうかなと思ってます。はい、どんな学会かというと、今年の6月19日だからもう1ヶ月後ですね、名古屋市で開かれる
第5回、これ世界ぐるぐる回って会議して初めて日本でやる会議ですね。観測生物の国際会議というところでやろうと思ってます。で、私はね、もともとその時にひらめいたのはこれ、そうだ、国際会議、普通の人たち、会社員や配管工程に行こうってひらめいちゃったんですよ。で、実際2人に呼びかけて、でその時私常々思ってたのは、論文はね、学者だけの専有物かというのを前から疑問に思ってた。で、科学研究だって学者だけの専有物なのかということですよ。で、学者は大体先入観にとらわれるから、あんな水道水で生物浄化しようなんてやらないの。だから彼がやってくれたから、ああいう発見できたんですね。だからそういったものを紹介していこうと思ってます。で、英語では便利な言葉があって、このプラクティショナーというちょっとすごく発音しづらいと思いますが、これは実務家とか実践者みたいな意味の言葉があります。私もね、45からイギリスの大学行ったことあるんですが、その前に都庁で実務やってたり、あるいはタイで技術協力してたから、その紹介を最初の時にした時に、あなたはプラクティショナーなんですねというように言われました。でそれは決してね、日本的なニュアンスのちょっとレベルが低いことやってたねっていうんじゃなくて、本当に実践的な役に立つことをやってたんだねっていうポジティブなニュアンスで、理解された覚えがあります、ね、だから言葉をいろんな幅広く持つと少しその解釈の広がっていくなという感じがします。で、じゃあ自分は何を発表するかということで、もう一つこれ変わった発見の題材で紹介します。で、観測ロカの学会ですけども、実はもう100年以上も謎が解けないみたいです。それはこんな変な虫がね、糸ミミズだとかミジンコだとか、あるいはユスリカ赤虫の幼虫だとかが住んでいるようなところを水を通しただけで水がきれいになる。それが結果はそうだったんだけど、なぜかというのは分からなかったんですね。で、ドイツのハンブルクで実際あったことですが、そこではコレラが一時流行ったんだけども、観測ろ過を飲んでる人たちはコレラにならなかった。全員なの。で、コレラにかかった人は急速ろ過っていう後から誕生した水処理をするとかかっちゃった。だから観測ろ過をするとコレラ菌まで取り除けるってことが100年前に分かってたんですよ。でもその理由はまだ誰も分かんなかった。で、これはたまたまね、私が、自分自身あるいは中国から来た学生を指導するためにやった実験なんですけどね、左からミジンコのお腹の中、真ん中は油ミミズのお腹の中、右は糸ミミズのお腹の中の微生物を調べたんです。そしたら最初にやったのはユスリカだったんですけど、びっくりですね、同じ菌ばっかしだった。マジかよと思いまして、次にミジンコやったんです。そしたら同じだった。色は違うんです、形も違う、でも一種類で、油ミミズもそう、ダメ押しで糸ミミズもやるかって言ったら、これもやっぱり一種類だった。微妙にねっとりしてたりコリコリしてたり違うんですよ、テクスチャーはね。でも原理は同じ。これ何だろうって考えたらだんだん分かってきた。最初はね、変なこと考えたんです。他の菌をやっつけるような物質を出してるのかなとかね、答えが分かんないじゃないですか。だから交差させたらどうなるかとか、いろんなことやってみたんです。そしたらどうも、これ結論ですね、自分の好きな餌を自然界では食べてる。で、餌がなくなるとしょうがないから他のを食べるから他の菌も混じってくるんです。でも餌があるうちは自分の好きなものを食べてるんですよ。パンダとかコアラみたいな、ね、だからちょうどヨーグルトや納豆と同じですね。ヨーグルトや納豆食べるとお腹の調子いいっていうでしょ。あれと同じで、多分これら菌がこういうとこ入ってきても同じ菌ばっかりだと排除されちゃう、そういう仕組みになるのかなってことを100何年ぶりに、私はこれが絶対的な
答えだとは言えませんよ。でも答えの可能性の一つを見つけたなっていうのを感じました。で、自分のね、研究者としてやってきた中では正直言うと一番クリアカットな答え、はっきりしてる、何回やっても繰り返しても再現できる実験です。簡単に再現できる、こういうのは本当に嬉しかったです。誰がやっても同じ、かなり正解に迫ってきてるのかなという気がしています。はい、それで、そういった発見する、これはさっきちょっと冒頭で紹介したソロモンと芝の情報が対面するところですね。支えながらも何か科学の発揮ができるような人のことを自然の声を聞くことができるといって、ソロモンの指輪の持ち主というふうに言われています。だから少なくとも私は理科教師としては可能ならばね、生徒さんにこういう指輪を授けていただきたいなという気で、でそのきっかけ、実は私のきっかけは中学時代にあったんですね。で、1958年なんて分からない方もたくさんいると思いますが、東京の江戸川区の教育委員会理科部では、こういう科学教育センターをやってました。これは普通の理科の先生が、江戸川区の中を拠点校2校を設けて、普通の理科の先生が交代で毎週土曜日に午後特別な実験を見せる。それで夏休みには自分で研究をして、最後はスライドとかに撮って発表して、最後はこういう研究資料にまとめさせてくれるというようなことをやってました。で、実は何年か、50何年の歴史があるんですが、実際この年は15年目の時だから、ずっとこういう研究物資料を出してたわけではなかったみたいですね。15年目に私はそれに当たったんですよ。それで今は実はやっぱり時代が変わってこういう教育がなくなっちゃってます。制度としては残ってますけど形態が変わってますね。でこういうちゃんと、微生物の肉から煮出してガーゼでこうして培養してと教わりました。最初の手ほどきです。言うなればこれがきっかけで、その後ずっと石を食ってきてって言っても過言じゃないから、本当はありがたかったなと思います。で、最初の年はその空中から落ちてくる落下細菌の培養で手ほどきを受けて、次の年はこれ良かったのはやり方が分かったから、じゃあ自分でやってみようということで、原生動物とワムシの培養でやりました。それから3年目には後輩の指導ができるようになってました。で、その当時ありがたかったのは、思わず実験したくなるような実験書というのが刊行されてて図書館にあったんですね。で、例えばその中の一つは分かる微生研究科の生物という中学生向けの本があったんですね。で、コピーは私は教育実習に行った時に飛ばせてもらって、まだあったから、多分今は処分、そういう本処分しちゃうんですよ、図書館もね、古くなるともったいないんですけど。で、その時の著者を見たら福島博史っていう先生だったんですね。で、これから自分がする仕事の水処理生物の学会の事務局の担当してた方だったんですよ。で、私結構すぐファンレターを書いちゃう人だから、その先生にファンレター書いたんですよ。自分は実は、これから当時を持ってこういう仕事するけども、そのきっかけは先生の本を読んだからですよ、書いたら、もう倉敷で学会開かれるんで締め切られてたんですが、特別にぜひ来い、こう声がかかった。で、行ってみたらびっくりしたのはこの先生ですね。昔の東京教育大出た、引導先生、その上の年の人とこの教え子の人と、そのホテルの中にツインの部屋にもう一つ僕の特別なベッドまで入れてくれて、最初の晩は3台かな、そういう感じで寝させていただきました。翌日からはね、僕の部屋に取ってもらったんですが、あまりにもちょっと緊張しちゃう、でも嬉しかったですね。
先生も嬉しかったのかもしれませんけどね。でそういう本がね、昭和30年代、40年代には健在だったんですよ。でもそういった実験書も出版社も受験参考書を駆逐される。その原因の一つは偏差値教育が導入された。でこれは、大前健一さんがはっきり昔著書一冊だけ書いてました。今最近いろんな方面で喋ってますが、ある総理大臣経験者が軍民政策のために日本はそういうものを取り入れた。そのために日本ではもう二度と学生運動のような暴動は起こりませんよ。そのための手は打ってあります。それが偏差値教育だったそうです。それは序列をつけさせて諦めさせる、歯向かわない、もう仕方がないからそれに甘んじる、そういう、まあ、人心操作術が一つ入っているんだということを大前健一さんが本の中で紹介して、最近は複数の本で書いているようになっていますね。大前健一さん自身は若い頃、高校時代初期の不登校だったらしいです。お姉さんがそれを暴露しちゃったのね、自分で本が。最近は本人も認めるようになってます。まあ昔からだからあったんだと思います。で当時実験書から自分で考えたことの一つの例ですね。さっきのような原生動物や虫を培養するときに、福島先生の方には米のとぎ汁とかクローバーの葉を使いなさいと書いてたら、うまくいったんですよ。でもなぜうまくいったのかの説明はなかった。で自分なりに当時ちゃんとレポート書いて書いたんですよ。こういうねちっちゃな原生動物がいっぱい増えました。だから成功したから嬉しかったですよ。でそれはね、米の煮汁は炭素源、クローバーは窒素固定する植物だから窒素源になったのかなというふうに自分で解釈して、それで餌となる細菌が増えて、それを食べる原生動物が増えた。で 今で言う言葉といえば二因培養、二者培養、そういう言葉、概念が分かるような。だから普通の勉強だったらこういう結果から入っていくと思いますが、自分はこっちの自分で試すところからやったおかげで本当によく分かったなという気がします。これはちょっと視点を変えて言いますと、一連の一つのことをした方が身につくんじゃないかという考えに至りましたね。これは川北次郎さんの発想法という本から取ったものですが、頭の中で何か問題を提起していろいろ探検してみて観察して、そこからこうじゃないかなという推論を立てて、再び実験をして検証するというようなダブル型のモデルと言ってますけど、これで問題を発見して解決してっていう、この一連のプロセスを経て人間の能力を開発されるっていうのが彼の考え方で、これは僕の体験からもその通りかなっていう気がしました。この方ですね、文化人類学とか地理学、人文地理学の研究者だと言われています。そう、科学センター教育事業っていうのが、残念ながら実家の方に帰らないと現物がないから手元にないんですけれども、中学時代に教わったそういうものがね、就職しても留学しても教師職についても、どこでもいつでも後々まで行きました。でそれは本当ただの公立中学校の教育の一環で受けたことなんですよ。だから本当に大感謝ですね。ありがたい成果があったのかなと思いました。大阪校のここでの理科教育ですけれども、それは一つはね、仮説実験事業を私も大賛成で取り入れていきたいなというふうに思います。これは1930年生まれの板倉先生という方が、国立教育研究所の物理を担当してた方ですね。で科学者たちがたどった道のりを追体験するような授業をやってください。これは他のルネコでの人もあったと思います。ネットから拝借してきました。で、理
歴史を繰り返すと言いますが、ちょっと古い本を見ますと、やはりドカーンとやっぱり匂い嗅げたり、こういう、まあ、挿絵があるんですね。で、歴史を繰り返すんですよ。はい、ついこの間、豊田港で、こういうのを見てきました。豊田港の校長先生の犬塚先生が、まさに同じようなことをやってたんですね。他の生徒さんたちの顔写真も撮れてますけども、やっぱりみんなびっくりして、目が覚めるようになったんですよ。で、私がもう一つ導入したいなと思っている科教育は、現代特権教育という方で、山田拓三さんという方が、板倉先生の3つ下で、兵庫県にいらっしゃいます。で、もともとは東京の方なんですけどね、長野県出身の。私が出た大学の隣の研究所にいた方なんです。だから私はね、うっかりいつでも会えると思ってたら兵庫に行っちゃったんです。で、実は彼は僕の理科の先生の先生に当たる人なんですね。で、もう連絡がつくようになったから、いつでも会いに行きたいなと思ってます。で、どんなこと言ってるかというと、知は感性の上に成り立たなければなりませんということで、体験を通じて学ぶことが大事だということをおっしゃってました。こういう方ですね。学芸大学で出られた生物の先生です。ちょうど原生動物のゾウリムシが実習用になくなっちゃったっていうことで、隣にもらいに行ったことがあります。実は長野に疎開じゃない、帰省してて、もうご本人いなかったんですが、なんとか他の先生を覚えて譲り受けられました。だからご本人いないうちにもらってきちゃったということを三十数年ぶりについここに来る前、広島からご本人宛てにやっとメールの届くところを見つけて、実はあの時にもらいに行っちゃった人間なんですけどということを告白して許しを得ました。ずいぶん気の長い話です。その方がね、こんな本を書かれています。一人ですね。最近もこういう本が出ることは珍しいんです。だから思わずちょっと高かったけど買っちゃいました。それで、今、大阪校のサイエンスコースではこういった、今生徒さんが高校1年の生徒さんがカビを使った実験をしています。水の中だとこういうボールのような触れ方をします。で、空気に触れていると水を弾くような、同じカビが水を弾く。水の中で培養するとこんなまん丸になる。だから性質が変わるんですね。それで本人はちょっと、学校に行けなかった時があったらしくて、英語が非常に苦手なので、これはファンディっていう、カビのページですけどね、英語の100回試験で英語も復習しながら勉強しようということをしています。はい、で何かこう探究を通じて実は普遍的能力が培われるんだということを我々の先人である、一つ、京都市の京都市立の堀川高校の探究家、自然探究家、人間探究家、文系と理系で名前が違うんですが、そういう新しい科を作って大成功させた先生がいます。荒瀬先生という、ヒゲの校長先生も退官されたかもしれませんけどね、この方が NHK でも取り上げられ、理科の奇跡と呼ばれています。なぜかというと、それまで大学進学率が公立の高校はすごく低かったのが、桁違いに伸びたんです。確かに学校というのは評判が上がれば、最初から成績のいい子が集まる。ただ、その年に限って言ったらいきなりジャンプしたから、間違いなくこの教育法の効果があったんだと思います。どういうことをしたかというと、こういうまるでポスターセッションですね、学会のポスターセッション。各自研究テーマを持ってそれをやる過程で学んだ方がいいということをま
ぜかこの松江校長は気づいてですね、研究者でもなかったはずだから不思議かなと思うんですよ。でもこの方法がそうこうしていきなり進学校になっちゃったんです。もちろん成果を上げてからはどんどん優れた生徒が集まるから有利だと思いますけど、そのジャンプした年があったんですね。だから普通勉強って言ったら幅広くやらなきゃやっぱりないと思いますけど、受験に成功する能力ですら特定のテーマをやっただけで成果を得たってことを彼は証明しちゃったんですよ。これは私を勇気づけましたね。だからそういうこともここで取り入れたいなと思ってます。でもう一つは、こういう科学オリンピックとかそういうのが世界的なものがあるんですが、ここも、まあ、なかなか大変だと思いますけどね、日本の高校生の中学時代から今の科学校になってますけどね、千葉県立の千葉中高で、この高校生の女の子が地質学会賞を取りました。弟はもっとすごい上の賞を去年から取っちゃったんですよね。彼女は中学の頃からやっぱり学校へ歩けない中学生の頃から有効中化石の研究をしていました。それは千葉の何て言うのかな、外房の岩神の博物館かなんかで昔、メタンガスの爆発事故があったんですよ。あの近所の子だったらしくて、それで地質学に興味があったらしくて、中学高校と一貫して有効中の研究をして千葉県の博物館の研究者とアドバイスを受けたからやったらしいです。はい、で結局ですね、才能を殺すような教育からこれから学ぶ教育に持っていきたいというふうに思います。ケン・ロビンソンで、YouTube でも見られますが、 TED の再生回数がなんと2000万回と、世界ダントツ1位の方です。確か英語の講演がね、学校は人間の創造性、好奇心、そういったものを殺していってしまうんだということを主張して、もう最後は講演の最後スタンディングオペレーションですね、そういう方です。で、ある意味世界中の学校がそういう問題を抱えている、まあ、日本は特に、まあ、世界レベルの中では学力水準高いんですが、ただ突出した人が出にくいという裏目があると思います。それで今後はですね、今日配ったプリントの中で一つ国際競争力云々っていう方の論文の中で引用されしたものですが、国際バカロレア、インターナショナルバカロレートっていう、いわゆる外交官が国を越えても、まあ、学校で困らないようにという世界標準の教え方の学校があります。それは10の学習者像というのがありまして、ここ10項目あります、まあ、一つ一つ取り上げるのは大変なので割愛しますけど、ただこれはホームページから取ってますが、一部で気に入らない役だから私は変えてます。例えばノレッジャブルっていうのは知識がある人っていうふうに文科省がなってますが、僕はエイブルが最後についてますから、これは知識を獲得できる人っていうことだと思いますよ。だから知ってる知らないだけじゃなくて、新たに知識を自分で構築できるっていうようなニュアンスで訳すべきだと思うから、ちょっと自分でね一部改変して例えば、あと分野を超えて対話できるというのが非常に大事です。日本の学問は掘り下げて掘り下げて掘り下げて、最後はその人しか分からないという学問になっちゃう。外国は違いますね。どんな分野から入っても同じ頂上を目指すような概念が外国でいう PhD、博士号の意味ですよ。だから日本とは全く違う。日本の教育がね、悪いとは、僕は全部悪いとは言いません。で日本が全部悪いとは言いません。じゃなかったらここにいないはずなんですけど、でも、ちょっと直したらもっとすごくいいのになっていうのが、日本にはいっぱいありますから、こういったものを、
項目がちょっと私浮かばないんですよ。だからこれをね真似するというか順次で尊重して取り入れていきたいなというふうに思っています。で次回はですね、次回のテーマはもしかしたら面白いかもしれない。次回は6月8日になりますが、これだけ違う日本と英国の教育という題で、今日の話ともつながる部分があると思いますがやっていきたいなと思います。実は私2年間ほどタイで家族と生活してた時にインターナショナルスクールに子供を入れました、ね、それまで日本で教育を受けてて、なんでインターナショナルを受けたのか、その秘訣、それからどれくらいで授業についていけるような子供がなるか、そういった話もしたいと思います。やっぱりね、それなりのコツがありますね。これ校長先生ですよ、イギリス系の校長先生。それからもう一つは、その後イギリスに行っちゃったんですが、向こうの小学校、ここに息子がいますけどね、どうやって現地の子が言葉を覚えていくかとか、つぶさに観察できました。これも面白い経験です。もちろん自分がね、学校に行ったわけじゃないんですが、向こうの学校はね、非常にオープンで、親が行っていいんですよ。ヘルパーで行ってもらって大歓迎だ。だからいろんな観察をしておりました。もちろん小学校から